ちはど、これより、制約解除決戦に参加できます。制約解除決戦は、段階によって強くなるボスと戦う任務です。ボスを退治することで段階報酬を獲得することができます。それでは、戦闘について案内しますね。まずは入場ボタンを押してください。ここでは戦闘を行うボスの段階を確認し、選ぶことができます。段階が上がるほど、強力なボスが登場します。こちらでボスの情報を事前に確認し、準備をしましょう。戦闘はシーズンオープン中のみ、入場できます。決まった期間内に最上段階まで挑戦することは、簡単ではないと思いますが、アロナ先輩と一緒に、先生をサポートします。おお、何か必要なものがあります。あんまり、見ない。何？やはりそうだったのですね。もっと激しくこれはどうでしょう。みんな頭上に気をつけろ。あなたのために用意した旋律。びっくりしました。レッドウィンター連邦学園の事務局は変革せよ。もっと激しく行きますよ。でも、やりすぎ。あなたたちのために祈るね。データはこれとこれと。ありがとうございます。今度お返ししますね。雨が降ったら先生の接続プロセスを確認。よろしくお願いします。フィナーレをあなたたちは通れないよ。どうしようかな。
お守り。みんな頭上に気をつけろ。風紀委員会から逃れられると思っていたんですか。どうもありがとうございます。